いろんなことを駆使して、僕のこの。がんさんを、ね、やっつけなければいけない。ので、それをこれからいろいろやっていこうと。いう感じです。何をやるのか。これ。これね。温熱治療です。がんって。四十二点五度の熱に弱いって言われてて。僕が。 11年前か。喉頭がんになった時に、まあ実はこれで治しちゃったんだけどね。っていうのがあったりとか、これを1日20錠とある人がこれが絶対いいですよって言って、まあ、紹介してくれたんだけど、1日1万3000円ぐらいかかる。あとは、令和の虎の志願者で、大内さんっていう人が出てきて、クルミラっていう、摩訶不思議な、 私は今やってるんですけどこれクルミラシーツとかにこのクルミラの木を入れたもので僕が毎日寝るみたい、まあ、あとはメタトロンっていう、うん、まだ全然分かってないんだけども、えー、そういう仕組みでがん、まあ、を治すみたいな、えー、こともちょっとチャレンジしようかなと。